ロンドン地下鉄の電車は大断面車両と小断面車両に対別される。メトロポリタン線の A60、A62 系電車がピカデリー線の1973型電車をレーナーズレーン駅付近で追い越すところロンドン地下鉄の車両はロンドン地下鉄に在籍するあるいは在籍した鉄道車両の一覧である。ロンドン地下鉄の車両の歴史は ロンドン地下鉄の路線の歴史同様、大変複雑である。開業当時の蒸気機関車から、近年の電車に至るまで、多種多様の車両が運行されてきた。トンネル断面が小さいベーカールー、セントラル、ノーザン、ピカデリー、ビクトリア、ジュビリーの各線で運行できるよう設計された、車両群を、ここは小断面車両と呼ぶ。車両の寸法は、各形式で異なり、 各線のトンネル寸法も微妙に異なるが、いずれも直径約13フィート、4メートルのトンネルを走れることで共通している。トンネル断面が大きく、他のイギリスの鉄道車両とほぼ同じ断面の車両が使用されるサークル、ディストリクト、ハマースミスシティ、ピカデリー、メトロポリタンの各線で運行される車両群をここでは大断面車両と呼ぶ。 この中には A60A62 系電車のように標準車両限界を超過しているものも含まれる。A 型電車を除くロンドン地下鉄の全車両に自動放送装置が設置されている。大断面車両を使用する路線では統一した分体と音声が使用されている。ベーカールー、ビクトリア、セントラル線の音声はエマクラークが担当し、 基本的には同一であるものの各線ごとに異なる文体が採用されている。これらの路線ではドアが閉まる際、Please Stand Clear of the Doors, This is A Central Line Train 2の案内が流れる。ジュビリー、ノーザン、ピカデリーの各線ではそれぞれ異なる声優が音声を担当している。1995系、1996型はよく似た。 ディストレーン・ターミネーツ・アットで代表される文体を採用している。ピカデリー線の文体はこれらとは異なるもので、ディス・イズ・グリーン・パーク、チェンジ・ヒア・フォー・ザ・ジュビリー・ビクトリア・ラインズ、ディス・イズ・ A、ピカデリー・ライン・サービス・ツー・コック・ホスターズ、プリーズ・マインド・ザ・ギャップ・ビトゥイン・ザ・トレーン・ザ、プラットホーム等となっている。1967型電車などには、ロンドン・オーバーグラウンドの新線、 セントパンクラス駅の国際駅化に伴う変更が施されている。シーメンス、ロンドン地下鉄の新車両受注。なヨーロッパ。2019年6月29日閲覧。ありがとうございます。